はい、こんにちは、トムです。今回は、ジョンガリの簡単編成と、まあ、ガチパ編成の紹介していこうかなと思います。で、最初は簡単編成で紹介します。まあ、1P はハーチル、そして 2P は、配布キャラクターの、ジョリン&エルメス &FF ですね。で、3P が FF。はい、これは星4号の FF ですね。まあ、これガチャから出るキャラクターなんですけども、簡単編成だと、このキャラクターがいいかなって思います。ハーチェルは、追憶の書庫っていうところでね、ゲットできるんで、しっかりね、編成してあげればいいかなって思っています。で、ジョンガリは、1日1回クリアすると7ドルできるので、1日1回ね、これ忘れずに、しっかりとやりましょう。はい、ということで、映像を見ていきましょう。はい、ということで、まあ、見ていきましょう。はい、最初はね、プニを倒しつつ、まあ、三日月に触れて、ホーミングを出しに行きます。まあこれもね、ホーミングを出しつつ、カチリンっていう雑魚をね、倒しに行きます。まあ、反射はね、個人的に、一体だけでいいかなって思ってますね。で、ごめんなさい、まだジョジョ6部見てないからわかんないですけど、これ FF って呼ぶのかな？わかんないけど。FF は、星4号なんですけども、アンチワープ持っておりますし、ハイクロスティンガーがだいぶね、強いんで、編成することをね、個人的にお勧めします。うん、アジンキラーもね、がね、割と強いんで、編成していきましょう。はい。で、しっかりと、これ、奇跡ですね。これは、稀に見る、あれなんで。はい、しっかりとホーミングを出しに行ってあげます。ハーチルがね、もうワープの上に入っちゃってるんで、はい。触れやすいですね。まあ、三日月がね、なかなかやっぱり強いですね。俺の人生はやっと始まる。で、しっかりとプニをね、しっかりと処理しつつ、まあ、処理っていうか少しでもねダメージを与えつつ三日月にね触れに行きましょう。はい、これもねしっかりと三日月に触れつつ雑魚をね処理したいですね。はい、これもしっかりと三日月に触れに行きます。ハイクロスティンガーがやっぱりめちゃくちゃ強いですね、FF。はい、しっかりと火力を出しに行きます。三日月やっぱり優秀ですね、今回のイベント。なので、まあ、天下御剣の偽村として、三日月をね、狙いに行くのは個人的にめちゃくちゃありかなって思いますね。地雷はね、別に対策しなくていいから、そこまで痛くないんですよね、地雷。よいしょ。しっかりと火力を出しに行ってあげてくださいね。しっかりとまた毒状態させてホーミングを、ね、出しに行ってあげます。やっぱりね、三日月の毒キラー M が乗る友情コンボは強いんでいいですね。はい、こんな感じですね。まあ、編成難易度低めだとこの編成が一番やりやすいのかなって個人的に思います。はい、ということで編成難易度ガチパのね編成を見ていきましょう。ソロモン2と三日月2ですね。この編成が一番いいかなと思ってます。うん、三日月がね、やっぱり大活躍するね、最近、マジで。まあ、最近言ってもまだ一週間しか経ってないんで、なんとも言えないんですけどね。で、しっかりと、ホーミングをね、出してあげて、ソロモンのね、爆弾も、しっかりと、出していってあげます。ワープはね、ないんですけども、まあ、あんまり問題ないかな。
個人的にこの編成が一番楽かなって感じましたね。はい、やっぱり強いですね。はい、これもしっかりと三日月にね、しっかりフォーミングを出しに行ってあげます。お前らの決闘にとどめを刺すとき、俺の人生はやっと始まる。ランタントランスター。はい、これもねしっかりと友情コンボを出すだけなんで楽ですね。やっぱりソロモンのボムスローと、あとは三日月のねフォーミングはなかなかやっぱり偉いですね。はい、しっかりこれも友情コンボを出しに行くだけなんで楽っすね、マジで。はい、強いと。うん、でこれも友情コンボ出すだけなんで、はい、終了です。うん、はい、ということで僕のねジョンガリの周回編成の紹介でした。じゃ、バイバーイ。